どうもマチコです。5月5日の夕方16時1分になりました。いよいよですねちょっともうねこれね、邪魔でしょ。今からこの今日は、オンライン見送り開催日ということで、もう4時ですから、私6部の第6部のまやちゃん、そして第8部のりくちゃんなんですね、だからそろそろ、第6部が4時半からになってたので、もう準備していかないといけないんですけども、カメラ設置してセッティングして、でちょっと映る範囲にね、余計なものが映らないようにしなきゃいけないっていうことで、まずケプラーは、ね、ダメでしょ、絶対ダメでしょ。でまあまあまあ、とりあえずこの辺映らないからこれいいですか。もうこれも映んないけど、もうケプラーやっぱりちょっと外しておきますね、でまずはまやちゃん、まずは まやちゃんからスタートなんで、ちょっとこのぐらい映り込むね、このぐらいね、まやちゃんとりくちゃんとって感じね。りくちゃんもちょっと映り込むぐらいで、あとトワイスいらない、トワイスちゃんごめんね、一旦外しますよ。テイストオブラブ外しまして、マチコなんだ下ジャージかよってね、まあまあオンラインですからね、そこまでわかんないね。ここねちゃんとユニフォーム着て、前回ね運営さんに本確認しますとか言ってね、なんかいろいろあってね、私この格好でいた、そちらはコスプレですでしょうかとか言われて、いやコスプレじゃありませんとか言って、普段着ですって言ってね、コスプレと間違えられるという格好ですけど、でもまあこれが待ち壊しいということで、これで今日も参戦したいと思います。まあ、このぐらいでいいですかね。ここにちょろっと映って、これもちょっと映ってんな。トワイスさん、パーフェクトワン。いえ。で、向こうに映っている、これね、クラップですけど、これも全然こちら。今入ってないんで大丈夫かな。画角はこうです。ちなみにこんな感じで映るはず。でも動画になったらどうなんだろう。このぐらい。結構動画だと大きいか。横はちょうどこのぐらいか。で、よしよし。あんま、下には倒せないね。このぐらい。はい。この位置でいいか。はい、こんな感じでございます。これでスタートっていう感じになるからね。もちろん、見繰り始まるときには、このカメラも、オフとさせていただきますね。そういうお約束ですから。はい、ということで、こんな感じでいいですかね。我が家の会場はこれで、準備 OK ということで、今現在16時6分。はい。一応カメラ前のセッティングを終わり、照明がですね、照明もちょっと変えようかな。色、赤みがある、白っぽい。むずいな。普段の撮影はこれでやってんだけどな。ちょっと白っぽい、明る。むずいな。こっちね、カーテン開けると、だいぶ明るいんですけどね。わかりにくい。こっちはやっぱ締めとくか、こういう感じ。ね。後ろが明るいとあんまり見えなくなるから、こんな感じでいきましょうかね。これでいきますか。はい。これで、アプリ自体は WizLive を立ち上げておかないとダメですね。4時半からということですから。日本人認証まで93番目というようなね。そのような、何か、出ておりますよ。はい、OK です。はい、これで行きたいと思います。で、電池が今 38% ですから、途中で切れたらダメなんで、まあ、充電というかね、充電しつつ、電源つなぎつつの、
見事をさしていきたいと思います。はい、じゃあこの後、一旦ここで、これセッティングできました。あとちょっとひげ剃ったりなんか、身だしなみをもうちょっと整えていきたいと思います。じゃあ後ほど。時刻は16時15分、あと15分ほどですけれども、今な、ひげ剃ってきました。そして歯、歯磨きしてきました。で、今何をしているかというと、カンペ作りです。今頃かっていう感じですけど、なんと前回のハイタッチ会で、作ったカンペがまだこのまま残ってましたんで、それを使おうと思うんですけど、消えません。消えません。なかなか消えません。今頃か、ほんま今頃かって感じですか。ここにちょっと完璧にね、言うことをいろいろ書いてから、挑みたいと思います。なんとか早く。言うこともまだちゃんとは決まってないんです。実はね。ただね、私、順番が93番目って言ってたんで、書いてあったんで、おそらくまあまあ、4時半から始まってもうだいぶ先だと思うんですよ。30分以上は後になると思うんですね。なのでちょっと準備の方をしていきたいと思います。うわ、これじゃあどうしよう。映ってないわ。ほぼ映ってないわ。うわ、落ちた。あ、もうあかん。全然映ってないし。まえちゃん、お帰りますから、もちろん、お時間の情報を取り寄せられます。お帰りください。お久しぶりに、お久しぶりに、お久しぶりに、お久しちゃん、お帰り、お疲れ、こんばんは、まちこです。あんまり近く行ったからな。おかえり、お疲れ、こんばんは、まちこです。おかえり、まえちゃん、お帰り、お疲れ、こんばんは、まちこです。今日の情報と強制でファンさんもらったって浮かれて YouTube にアップしてごめんなさい、まちこです。お帰り、お疲れ、こんばんは、まちこです。あ、めっぽ若いな、あゆえを浮きもに小指も泳いでる。まもなく始まる。あー、まえちゃん、お帰り、お疲れ、こんばんは、まちこです。知ってます。ありがとうございます。去年ジョーホール京セラでファンさんもらったって浮かれて YouTube でいっぱい言ってごめんなさい。いやいや、なんでなんで。まえちゃんの好きな味噌汁の具を教えてください。ナスビです。ナスビ、情報で待ってます。いやー、終わりました。入ってくる。
入ってくるわなし、ここは入ってくるなし。私はちょっとドキドキしてます、うん、終わりましたか。はい、終わったのか。はい、どうだった、どうだった。いやびっくりした。来た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 。あのね、あもう間もなくですってポンって出て、うん、そしたらもう5秒ぐらいで、うん、5秒なかったぐらいかポンってまーちゃんが買ってきて、まーちゃん分かってくれ、分かった、お帰りますから、まちこですって言ったら、あの、あ知ってますってちゃんと言ってくれた、本当に、うん、おすごい、知ってくれてるんだね、うん、去年ジョーホールと京セラでファンサーもらったって、うかに YouTube で言ってごめんなさい、まちこですって言って、イエーイって言ってで、うん、ね、好きなお味噌汁の具はって言ったら、意外と考えたね、まやちゃん。うん、うん、って、うん、ちゃんと考えた。うん、なすびって言った。この質問してる人あんまいない。いないよね。そうそうそう。なすびって言って。まあ、そこでしっかり考えたおかげで、ジョーホールでまた見つけてくださいが入らなかった。入らなかったけど、まあでも。ジョーホールで待ってますって、うんうん、言った。いいじゃん。いやー、なんか、すごいね、うん、あっという間だった、やっという間だったけど、うん、まあ今回確実に本当に知ってくれてんだなっていうの分かったわそういう顔してたよかった、うんうんうん、あとまだ第8部のりくちゃんがありますから、うん、まだ時間ちょっと空くからね。そうそう、ドキドキしちゃうけど、ね、さあ現在の時刻が5時9分です、はい、あと1時間10分後にはまた第8部か第8部のリクちゃんが始まるので、その準備していきたいと思います。あのね、候補がいろいろあって、うん、お帰りお疲れこんばんは、まちこです。周りからは完全にリクペンやでって言われてるけど、箱押しって言っててごめんなさい、まちこです。っていうのと、うん、リクは毛量多いから髪色明るい方がええでって言ってごめんなさい、まちこです。ボブ大嫌いやったけど、リクちゃんのおかげで大好きになりました、マチコです。それが一番いいかな。と、いつかリクママとお茶したい、マチコです。こういう気持ちあるよな。いいけどね、私は。なんでなるかよく知らない。お茶って言ったらね、いつかリクママと会ってみたい、マチコです。お話ししてみたい、マチコです。ぐらいだよな、うん、どうしよう、何がいい。そうね、どうしようかな、うん、周りからリクペンやで、完全にリクペンって言われてるけど、箱押しって言っててごめんなさい、これ良くない。なんかそうだね、うん、もう次のまやちゃんやりたいんだけどな、無理、うん、なんか言いたいことあんの、うん、ええー、加減覚えてや、マチコですって言って。覚えてはいるけど名前は覚えてない。ええー、加減覚えてほしいわ、マチコです。いや覚えてるしとかって言ってほしいや、うん、お、何お知らせ、リクもう来るか、来るってことだな、今の多分。してくれてありがとうございます。わかめ、終わった。じゃじゃーん、あれどうでしたか、どうでしたか、リクちゃん。終わりました。はい、長かったね。え、待ち時間がね、長かったな。うん、言えたちゃんと。はい、ね、うん、おかえりよ、うん、なんて言ったかな。リク、リク、お、リクー。
って言ったと思う。リクーって言っちゃってたもん。お帰り、お疲れ、なんかちょっと思ってたんとちゃう。すごく、うん、で、マチコですって言ったら、周りに完全にリク弁やでと言われるのに白押して言っててごめんなさい、マチコですって言った。そうなんですかって言って笑ってくれ、笑ってた、うん、いつも応援してくれてありがとうございますって言ってるところにもう時間にはないと思ってかぶせて、うん、好きなお味噌汁の具は何って言って、わかめって終わりやった。ギリギリだったね。ギリギリっていうか最後な、ジョーホールで待ってるで、リク頑張れよっていう言いたかったんだけどね、間に合わなかった。ちょっとね、あのね、今回あれですよ、だからまやちゃんの時は、まやちゃんお帰りお疲れ、まやちゃんまやちゃんお帰り、まやちゃんお帰りお疲れ、こんばんは、まちこですって最初言ったけど、うん、ちょっと一回試したろうかなと思って欲が出たね。あ、うん、そうなの、うん、リクお帰りって言って、うん、なんか言ってなんか言うかもしれんっていうちょっと賭けに出てしまった。うん、でもあーって、うん、あーって言って、うん、誰か分かってるけど、うん、名前はちょっと出てこない、まあ、名前まで出てこない、うん、あーっていう感じかな、うんうん、あーでもな、情報行くから見つけてなって言いたかったんやな、最後それ言えなかった、うん、そっか、それ言えなかった。どうやった、うん、ほんで可愛かった、可愛かったな、うん、輝いてた、輝いてたな、うん、んなでもお見送り会の方が輝いてたけどな。そんな、インテックスのとこは照明がバーンやったから、まあ、名前やったしな。うん、いやこれもでもなんかすごい、うん、なんやろな、うーん、なちょっと可愛かったな。可愛かった、うんうん、ちょっとまだでも私たちの間には距離が感じたな。そうか、まやちゃんほどのあれはなかった。うん、ちょっとやっぱりなんていうかな、うん、当たり障りない感じっていう。まあね、うん、まあもうそりゃそうやねんけどね、うん、うん、そうそうそう、まあまあそうなんで、うん、でも笑ってくれたんで良かったと思います。ね、はい、うん、なので、ジョーホールではもうまたファンサーをいただくために、はい、しっかり応援していきたいなと思っておりますんでね、うん、また7月ですか、ね、19日、大阪ジョーホール初日行きますんで、はい、そちらの方で、うん、また次、再会できることを楽しみにしています。皆さんの見ぐりはいかがだったんでしょうか。ね、そして、いよ明日はオフラインの幕張での、ね、見送りということですか、再会とかいろいろあると思いますので、はい、そちらの方もね、皆さんぜひとも頑張っていただきたい。これ見てる人はもう終わってるかもしれんけどね、皆さんのいろんな、感想や、レポートなんかもぜひともお待ちしております。お願いします。はい、お願いします。で、ここまで見たやとか言うと、見ちゃったことも教えてください。ごめんなさい、ちょっともう疲れておりますけれども、はい、そしてチャンネル登録まだという方はチャンネル登録もしておいてください。よろしくお願いします。おかえりお疲れ、こんばんは。今日マチコとお送りしました。また次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら、さよなら。こんなんでよかったんかな。